14g にしました。これをね今からトリミングします。あーうーわわわすごいすごいよ。でこうして V、 そうこれをこう、オッケー、こんな感じで、あ、いいじゃない。これも丸飲みですよ。丸飲み丸飲み。アンタレス DCMD、さっき午前中巻いたやつに P の、午後、はい、ガチタックルで。やっぱり昨日のバスは P じゃなかったから取れなかったんじゃないかということで。1メーターってどれぐらいだろう。1メーターだろう。塗り残しが気になる。こういうの A 型出ちゃうんですよ。あ、いいんじゃないですかこれ。あ、もう完璧だね。今日はリベンジ、ちゃんとしてみた。なんだかんだ川やから。今日こそは釣るぞ。シェード側をまずやっていきます。ちょうど塗ったとこぐらいですね、水深1メーターない、うん、そんぐらい。わかりやすい、これ確かにだろう。めっちゃいいですね。これやばいですね、風速20m。 20m! えぐ。これはじっくりやるの苦手やから回す。効率いいでしょ、確かにそっちの方が。そんなん超えてくるやつは結構今のこのタイミングやから活性高いやつだけやから、うん、ゆっくりやらんでもいいかなって。一回そこに落として中層まで上げて回すみたいな感じ。一点ポトムトンとやってちょっと待って天井まで引っ張ってその距離感が分かるよ、だいぶ、はい、その距離感でふわ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 って 50cm、30cm で回すよね。ちょうど真ん中ぐらいで。そうそうそう、どこによっても見てくれるように。あ、確かにそれは呼びやすいですね。思いっきり合わせてお客さんのカメラを割るっていう最悪の展開。やる気があるやつ出てこい。この物種類が違うのはまたいいんですか。うん、全然こう複合の方がいい。うーん、チャスタイム。下は多分スカスカ空いとるはずやから。ほい、邪魔だ。おかっぱりバッグ忘れたから。いろいろといろいろと忘れちゃった。来たぞ、因縁の。強風。
緊張するな、この辺。ちゃんとパンチングできてるやん。できてますか。やるやつみたいな。ふわーっと。知ってるやつみたいな。ちゃんと落として送り込んで。そうですね。回して。本格的に始めたのは昨日なんですけどね。なかなか出会わないな。お、うん、しゃ、オッケー。え、おお、やった、文句言うたら釣れるパターン。スイーって思ってた今。スイーって思ってた。スイーって持ってきましたね。このやつは余裕で。いますね。ああ。スイー。スイーって思ってた。今なんかいい感じで入りましたもんね。クッション、足がクッションになって。やったー。今のフッキングシーン良かったんじゃないですか。頑張ってた。ね、頑張ってた。力いっぱい頑張ってた。でかいかもって思って。あ、パクスイ。パクスイだった。そう、乗らなかった。ワームが、あ、尻尾だけ持ってったんか。尻尾なんか手なんかどっちか分からない。確かに、確かに。お前的には尻尾はやな。尻尾、尻尾です。尻尾。今、ワームがこう、こっちにこう、ずれてました。今食ってから私だいぶ時間経ってましたよね、多分。あれって聞いてもだ、うん、やったー。嬉しい。ナイスコンディション。オーバットルな、こいつ釣られてますね。さっきのやつじゃない？また食うてもだ。え、そんなことないですよね。違いますよね。びっくりした。今日も間違えた。よく食べる子だ。ちょっとジグマスターかもしれん。ストロングやな。ジグマスターへの道。706.1 70 70、はい。 P55 P55 直結。昨日覚えました。昨日覚えました。直撃しちゃダメなんですよね。一回乗せるのが味噌。ゴリ味噌。みんな真似するからやめといて。こうまず草の音で寄せるっていう、このカサカサカサ、カサカサカサ。そう、いいね。いたら食ってる。いないようです。いなかったようです。
食ってた。今俺実は着水の時に食ってたもんな。マジっすか。一緒ちょっと走ってて一緒に多分来てたぐらいな感じで。やべ、あれなんか変なここ土砂水やな、土砂水になっとけど、この子全然気づいてない。もぐもぐされた後にやっと気づいた。パクスになってました。パクスになってて引きずりやとかでかいの楽しそう。楽しそう。もしかライトダックでクロスライトあるっていう。しゃ、うわー、じゃあ引きずった後つける。それそれ、イエーイ、よっしゃこれじゃそれパクスイ。あ、パクスイ。重いぐらいのやっぱ最近。昨日のやっぱちょっと軽かった。コンクエスト。シルエット的には関東向きなサイズ。そうでしたね。コンパクトジグ。5バイトスリーフィッシュ。おお。5バイトスリーフィッシュ。天才かも。嘘です。怒られそう。怒られる。終わりにしますか。いやー、2時間半。2時間半、2時間半でこれだけですか。結構ですね。徳島終わっちゃった。めちゃくちゃあっという間でしたね。早かったな。でもバスチヌシーバスエイ欲張りプラン大成功。ワンパク構造までしちゃって。満喫した徳島。クッソありがとうございました。また遊びに来ます。はい、ということで徳島編終了でございます。最後まで見ていただいてありがとうございました。おじゃのー。